ですね、ちょっといろいろ写真とか整理してたら、過去のね乗ってきた車の写真が出てきたんで紹介をしてみたいと思います。だいぶいろいろ乗ってきたんですけどのも入れると5台かなになりますね。でまず1台目がこれです。大学の4年かな、4年の時にバイトして買った初めての車で975年式のビートルビッグテールですね。で、見てわかるように艶なしブラックなんですけど、元は綺麗な艶のブラックだったんですよ。でまあこの当時、僕はもう、東京多摩地区のガレージバンドとかに憧れてまして、まあ当然ながらホットロッド大好きで、まあ今も好きですけどちょっとね毛色がまた違ってきたんで、この頃はちょうどアメリカからその日本にホットロッドのなんかそういう情報がガンガン来だした頃で、で若い向こうのロッダーがねこういうトラディショナルな艶消しブラックにしてモデル A とか乗ってて、でまあ憧れていて車買って、とりあえずですね、納車された日に、綺麗な艶のブラックを、艶消しブラックに缶スプレーで塗って乗ってましたいやーマジ今思うとすげえな。でこれよく見るとねヘッドライトのリム白いんですよ。涙ぐましいっすね。でね確かそうそうバンパーもこれ本当はついてたんですけど、まあ、外しちゃって、でこのタイプってほら、フェンダーの上にもウインカーがないので、ね、バンパー埋め込み式なんですよね。75年のプレスバンパーに。だからこれはウインカーなしで乗ってたんですね僕はね。これでも1年ぐらいだったかな。このあと僕はちょっとバイクにこう行ってしまうんで、まあ、バイクも散々乗ってるんですけど、まあ、バイクはちょっと置いといてまたの機会に今回は車で。でビートルでねこの写真自体は大学卒業してその夏に入った僕が生涯で初めて雇われた、中古の家具屋さんの駐車場で、この時はねもう就職っていうか、まあ、そこでほとんどバイトみたいな感じでしたけど入ってた時の写真ですね。で独立した時に乗ってた車がこれです。わかります？これほら、まあ、国産旧車好きな人はねわかると思うんですけど、これはねハイゼットですね仕事するにあたってトラックが欲しくというかトラック買わなきゃいけなくなって、でお店を辞める直前ぐらいに買った車でハイゼット S37 ってやつですね。白ナンバーついてますけど、まあ軽自動車です。 360cc の小判ナンバーってやつですよね。でこれ今から何年前だ、2003年もう何年前ですか。20年じゃ違う、16年前でこの時ねこの S37 ハイゼットもうなんかドアもね屋号とか入れちゃって、でしかもこのちっちゃいところのこの下に普通ここ自家用って書いてあるじゃないですか。僕はここね家具用にしてたんですよ。家具屋だったからバカだよなこれ。でこのハイゼットヤフオクで5万で買って、で、車検がすぐ切れちゃうやつだったんで、その後、僕の前にこの家具屋さんでさっきの家具屋さんで働いてた人の、就職した中古屋さんで無理くりね継続車検取ってもらってプラス8万とかでしたね。5万っすよ S37 ハイセット、信じられないでしょ今。絶対こんな値段じゃ買えないですよね。こう考えるとやっぱり旧車って値段上がってんだな。でも僕はこれで、1年半ぐらいで、まあ、仕事も今ほどなかったんでそんなに出番なかったですけど、仕事してましたね。で5万で買って8万で車検すぐ取り直して、で壊れた箇所といえばセルモーターやっぱ回らなくなって、セルモーター自体を、自分でバラバラにしてオーバーホールしましたね、うん、この後に乗った軽トラも同じくセルがぶっ壊れて、直しましたね。であとは、ラジエータータンクから穴開いて夜間みたいな音になって音が出るようになって中学校のちょうど脇を走ってる時に夜間状態になって、中学生に、ね、なんだあの変なちっちゃい車みたいな感じで見られて、でその後立て続けにボロが出てってもうどうにもなんなくなって、最後はガスケット吹き抜けてエンジンの中に水が入っちゃって、セル回してプラグホールから水が飛び出すっていう、もうなんかねどうにもなんない状態で、その時の僕にはどうにもなんなかったんですけど、で同じくヤフオクで買い手を探したらですね、東京都羽村市のこのトラックのマニアさんが買ってくれまして、実はこの車ねまだ羽村走ってるんですよ。もう 2,3 回僕見たことあって、まだ話しかけてはないんですけど走ってるんですよ。しかもこのドアの状態で走ってました。やばいっすよね、うん、いやでも走っててくれててなんかね嬉しい。なんか程度ボディの程度は良かったみたいで、エンジン持ってさえすればなんかね走れちゃうって言ってましたね、うん、でねこの後は僕は結構そこそこ長いこと仕事の車と趣味の車が一緒だったんで、トラックこの後乗ったのはサンバーですね。スバルサンバーの550のやつ、あれも結構珍しいですよね。であれ乗って、その後に、やっとちょっと普通車に手が出るようになって、デリボーイ乗ってました。でデリボーイも、なんか買ったはいいんですけどいろいろあって、ちょっと趣味性の車が欲しくなりまして、でねその後に買ったのがこれうちの旧ブログなんですよ。ミシンフミのバラッドで検索すると多分出てくると思うんですけど、旧ブログのこのチョロの部屋っていうカテゴリーにババン前乗ってたそのデリボーイの後に乗ってたやつです。こいつです。見えます？シボレーのね C3100 ってやつ、1953年式のトラックでした。これがまあ楽しい車で、僕はこれで、何年仕事したっけな、3年ぐらい仕事と趣味とに使ってまして、でこの、まあ、旧ブログのチョロの部屋っていうカテゴリーでこいつを整備した記録とかが全部載ってて、たまに、参考になりましたっていうメッセージとかが来てたんですけど、1953年式の完全フルオリジナルの状態で載ってたんですよ。それでエンジンの中以外は本当に全部仲間たちと自分で直した車で、なんかちょっと古い車って場所さえあればなんとかなるじゃんってなんか自信が持てた車ですね。だからこの車以降の車のへのなんかモチベーションがだいぶこの車を機に上がったっていうか、じくれるようになったなって思った車ですね。で買った値段はこれもまあヤフオク出てたんですけど、地震で被害を受けた福島の南相馬にあった車で、買った当初は車体価格がね150万でしたね。そんで、仕事をもらってたアメ車屋さんに、協力してもらって、ローン組ましてもらってで乗ってたんですけど、150で買って、その後まあいろいろ壊れて全部自分らで直したんですけど、まあ、ミッションぶっ壊れて、一足のギアが欠けちゃってたりとか、そういうのも全部ね国内で部品が出て、で結構この車って部品がかなりある車で、消耗品はほとんどアメリカから取れるし、場合によっちゃ日本のこの手のアメ車強いショップに在庫持ってたりするんで、下手な国産の日本車買うよりももう困ったことはほとんどなかったですね。部品がとにかく豊富でよく買ってました、消耗品を。しかも安いんですよね。アメ車って共通部品がいっぱいあるんで、対応年数とかもすごい幅が広くて、1959年から1970年までとか、そういう振り幅で対応してる部品作ってたりするんで、でまあこんなもうね、これメーターオーバーホールしてるんですよこれ。こんなんとかやったし、ミッションもバラしたし、あとデフもバラしましたね。うん、プロペラシャフトのトラブルで U ジョイントバラさなきゃいけなくなって、もう全部バラしたし、本当にもうブレーキのネジ1本に至るまで、確か、ブレーキパイプの配管も作ったんじゃなかったっけな、こうベンダー買ってきてね。でこれなんかはバルブカバー塗ったりとか、まあ、こんなのは別に大したことないんですけどねえ、もうで SB 引っこ抜いたらコマがずれちゃって点火時期狂って意味わかんないことになっちゃったりとか。でも本当に構造がシンプルなんで、何かちゃんとやると本当にきちんと、リターンがあって調子が良くなるっていう車で、路上でスタックしたことは、プロペラシャフトのトラブルがちょっと原因が分かんなかった時ぐらいで、あとは全部路上復帰して帰ってきた車で、一番遠く行ったのは名古屋往復とかしましたね。本当にこいつはよく走る車で、まあ、この車乗ってた当時僕は東京都の青梅の方の工場に引っ越したばっかりで、その頃ちょうどまあ、奥多摩が近いとね、やっぱ走りが面白い車にちょっとこう興味が出だして、それでこの後に乗ったのがまあ僕こんなん乗ってますけど、ヨーロッパの車が結構好きで昔から。でまあ親父がね1967年式のフィアット850っていう車乗ってたもんで、フィアットは結構憧れがありまして、でこの後乗ったのがこれですよ。これですよ。フィアット600ね。なんかもうマフラーはみ出ちゃってますけど、いやこれがまたねいろいろあった車で、これもちなみに旧ブログの青い猫っていうカテゴリーがフィアットのカテゴリーなんで、よかったら見てみてください。これほら見て、買って日本来た時やばくないですか。この辺とかね、もうフェンダーのタイヤハウスアーチ炸裂してますね。向こうが見えてるしね。これはねすごかったですよ。本当にいろいろあった車でね、これは、これの入手経緯はですね、まあちょうど乗り換えたいな、今ならフィアット自分でね、このシボレーで知識となんかちょっとこう旧車へのなんて言うんだろう、免疫が今まで以上にマックスになって、で親父がまあ乗ってたフィアットと同系統なんで、今ならもう親父とこう対等に車いじくれるなという決心がついて、で昔からね親父にフィアット買うなら600買えと言われてまして、でどうせ買うならこの今ちょっとちらっと映ってますけど、アウトビアンキの A112 アバルトのエンジンが乗ってるやつが速いからそれがいいってずっとこうね刷り込まれてたのをついに具現化する時が来たと思ってですね、で、思い出して車探し出したら、まあそのシボレーがもし売れたらちょうどいいぐらいのね金額でイタリアで見つかったんですよ、この車。それで、まあ、業者さん通してなんですけど、でその時にあ、これね、これこれが親父のフィアットです、これ俺のフィアット850スポーツクーペ前期型ですね。 903cc、 903cc なのかな、なる前かな。そうなんですよ。でこれね、そんでまあそう言われてた車がイタリアで出たと。でまあ買った理由はエンジンがね向こうで乗せ替わってたんですよ。 A112 アバルトの70馬力のエンジンが乗ってるという体で買いまして、で現地価格が90万で、輸入とかなんだかんだで全部で多分日本での乗り出しが130万から140万ぐらいだろうっていう話で、買いました。当時何年前だ、今からね、8年前ぐらいかなに買ったんですよ。んで、まあ、これちょうどねイタリアにあった時の写真なんですけど、これね、でこれが A112 アバルトのエンジンだと。で日本で乗せ替えようって考えると、まあ、ドナー車探しの、あと FF の車、アウトビアンキは FF なんで FF の車のエンジンを引っこ抜いて RR のエンジン車に積むっていうのは結構ねクランク出力のとことかの加工をしっかりやんないとジャダーが出たりとか、なんかいろいろとにかく弊害があるらしく、その辺きっちりやれるお店を日本で探してとかってなると、もう本当にこんなたかだか 1000cc のなんかまあ言ってしまえばボロい車にとんでもないお金がかかるんで、やっぱりビートルの前回のね投稿でも言いましたけど、やってあるやつを買った方が絶対いいという結論をもともと持っていたので、なのでこの車はうってつけだなと。で値段もその買える金額で収まるから、もうこれを買おうって言って買ったんですよね。んでなんだかんだでイタリアから日本に到着するのに半年ぐらいかかったかな。で半年かかって、で納車に2ヶ月、まあ賞味なんだかんだで自分の手元に来るのに10ヶ月近くかかりました、買った時にね。で来てみたら、なんとエンジンが A112 アバルトじゃないっていう、すごいっしょ、漫画みたいなオチだったんですよ。でね、船に乗せる時からうちの親父がどうも「お前これ本当に A112 アバルトのエンジンか」と「なんかちょっとずつディティールが怪しいぞ」と。確認した方がいいんじゃねえかと言われたんですが、もう船の上に乗っちゃってたので確認のしようもないと、でねエンジンのアップの画像とかは送ってもらえず、でほんと来てみたらまさかのエンジン違いっていう。でね乗ってたエンジンはねパンダのエンジンだったんですよ、フィアットパンダの45馬力のエンジン。それだってまあこいつもともと25馬力ぐらいしかない車なんで、まあ、十分パワーアップしてるっちゃしてるんですけど、僕が味わいたかったのはおよそ 2.5 倍のパワーが出てる70馬力エンジンだったんで、これはねえだろっていう話でクレームになりまして、そしたらまあ、その先方の業者さんが乗せ替えますって言うんで、じゃあ、僕がねドナーカーとか探すから、関東圏でやれるお店探してピックしてほしいっていう話をしたら、まあ、静岡の方のお店でやれるところが見つかって、で国内でまあ結局乗せ替えることになったんですよ、いろいろで、歌いもんからランズグッドだったんで、もちろんエンジン実動調子いいやつっていう話で、乗せ替えに入りまして、結局ですね、買って手元に来るまで8ヶ月かかって、乗せ替えだなんだで、そこからさらにおよそ半年かかりましたね。なのでまあ、自分が買った時の理想の姿になって手元に届くまでに1年と、何ヶ月ですか、4ヶ月ぐらいかかってで、手元に来たはいいんですけど、そっからまあとにかくさっき見てもらったみたいに内装はボロいし、でボロいにも程があって、写真で見てたのと全然違うんですよね。あんなに腐った穴開いてるとか思ってなかったんで、とにかくボディの状態が悪くてですね、でそこに釜かけて70馬力のエンジンが乗っちゃってるわけで、もうボディが本当に走るたんびに、歪んでいきまして、本当ね、このね、右の助手席のドアが閉まんなくなってきちゃったんですよ。ちょっと傾いてるとことかに車を置くともうよじれちゃって、この車モノコックの車なんで、右のドアがこうバチンって閉めるとバチンって弾かれちゃうみたいな、そういう状態になっていっちゃって、でもだんだんやっぱね、そうなっていくと内装もそんなに今のビートルみたいにシャキッともしてないし、なんかだんだんやっぱ心が離れちゃっていきまして、乗らなくなっていっちゃったんですよね。あとはオーバーパワーってこういうことなんだっていうのをもう如実に感じましたね。もともと25馬力ぐらいしかない車に70馬力のエンジンを積むと、もうほんとオーバーパワーで至る所に不具合というか出てきます。そんで乗ってても振動とか音とかがやっぱりもうその車のキャパに合ってないんですよね。だからすごい2リッターエンジンみたいな吹き上がりのいい音してましたけど、乗っててもビクビクするし、いつぶっ壊れんだこの車みたいな状態でした。だから当時、いた車詳しい方なら知ってると思うんですけど、1000TCR とか 850tc とか、あそこら辺のまあアバルトが作ってたレースカーっていうのはもう本当に死ぬ気で作ってますね。でそれに合わせてワンメイクで足回り作ってたりとか、ギアボックス作ってたりとかする車なんで、それをうかつにこういうボロいベースで再現すると本当にね、もうもったいない、エンジンのポテンシャルを使い切れないんで、やっぱりなんかね、この車乗って思ったのは、もうシャキッとした最強にいい車にチューンドエンジンとかだったら味わえるのかなと。それプラスアルファなんかちょっと足固めるとかねすれば、もう根本的に車体がボロくて、歪んでるような車にチューンナップエンジン積むと本当にいいこと一つもないです。この車は本当にそういうのをね、まざまざと知ったと同時に、チューニングエンジンに乗っけるなんかそのスリル感というか、そういうのもすごいもうガチで体験できた車なんで、でね、これは今、どうやら川崎らへんを、僕がこれ売ったのは大阪の方に売ったんですけど、その後どうやら川崎に戻ってきていて関東圏を走ってるっていう話で、いろいろね、このバッグちょっとやばくないですか、これほら超かっこいいでしょ。マフラーもこれね、完全タコ足で作ってもらったりとか、フードのこのなんかもうなんすかこのエアスクープみたいなやつね、これもワンオフで仲間に作ってもらって、ニッケルメッキかけたりとかね、まあなんかボロいくせにえらい金かかってる感じなんですけど、もうしょっちゅうね、後ろ空いてますよって言われて閉まんねえからって話っすよね、これね。閉まんないでしょ、どう見たっていやでもね、これ面白かったな、怖かったな今思うと。でこの車を機にしばらく僕はね、この趣味の車から離れてまたバイクに戻るんですよ。でまあ、バイクはいろいろ本当に乗ってきて、もう本当に両手じゃ足りないぐらい乗ってるんで、分かんない、何乗ったかっていうのをちょっとこうなっていかないと分かんないんですけど、で車はこれで一旦ちょっとなんていうか、しばらくいいやってなっちゃったんですよね、これがひどかったから。でもその間にいろんな車仕事で携わるうちに、まあ、ポルシェが増えだして、でまたやっぱちょっと趣味の車、面白い車乗りたいなって思って、今のビートルを買ったんですけど、やっぱそのもう買う時の、大前提がシャキッとした車、とにかくシャキッとした車、蘇生がいい車にチューンドエンジン乗せるって言ったらどんな車種があるかなってなっていくと、一番自分のライフスタイルとなんか趣味嗜好に合ってんのがビートルだったっていうことで、またビートルに戻ったっていう感じで、まあ今のライフスタイルはですけどね、その今後だからなんだろう、チャンスとかあればもちろん空冷のポルシェは本当に夢の車、今の僕にとっては夢の車なんで、もしチャンスがあるならね、絶対乗ってみたい車なんで、そのために今いろいろ、まあ、仕事も頑張ってるし、車に対しての付き合い方とかもこの頃とかこれ以前のこいつらねの時に比べたら、もう全然違う楽しみ方というか付き合い方ができてると思うんで、そういうのを踏まえた上でもう最終章というかねはやっぱり空冷ポルシェなのかなと今は思ってますが、いかんせんオレンジのビートルがまあ楽しいんで、今はねそれでいいかなと、それが最高かなと思ってますね。こんなまあどえらい金使ってるけど、でもなんかいろいろこう仕事のもちろんなんていうか糧にもなってるし、経験値としてはこれ乗ってた時よりはねはるかに今の方が上で、同じような境遇に足を踏み入れてる若者にもアドバイスができるので、やっぱり乗ってきてね良かったなとは思いますね。まあそんなわけで、過去ねお店始めてから乗ってきた主要マイカーの紹介でした。